お疲れ様です、夏目先生。お疲れ様です。今日はお時間をいただきありがとうございます。いえいえ、小説のことに限らず何かアイデアが浮かんだのでしたら遠慮なくお知らせください。最近は夏目先生を起点としたちょっと尖った感じの企画も上に通るようになってきましたし。まあ、それはいいことですね。いやいや、うちは国営の新聞会ではないので、どうしても数字が正義なところはあるので。あ、何飲みましょうか。何でしょう、このコーヒーって。メニューによると、この三つ星カフェが試験的に出している新しい飲み物のようですね。眠気覚ましとリラックス効果があるそうです。飲みすぎは胃が荒れる原因になるので注意ですか。じゃあ、物は試しに。話の種にもなりそうですし。それでは私もコーヒーにしますね。それで夏目先生、ご相談というのは。担当直入に申し上げて大丈夫でしょうか。もちろん。テンプラーについてご存知でしょうか。作品の執筆に役立てたいと思っています。夏目先生、その単語をどこで知ったんです？取材のために集めた正教の古い資料の中に手書きの切れ端が挟まっていて、手に取った瞬間にボロボロと風化してしまったんですが、その単語だけは瞬間的に目にすることができたんです。という設定ですが、どう出てくるか。昔のメモ書きですか。それでなんとなく気になって、いろいろな資料を当たってみたのですが、空振りで。記者さんなら何か知ってたりしてと思ったんですが。知らないかと言われれば知らないと言いたいし、知っているかと言われれば知っているかもと言いたい感じというか。いかにも記者さんらしいお答えですね。正直深入りするのはおすすめしたくないんですが、具体的にどう創作に役立てるつもりなんです？それは知識として頭に入らないと何とも言えない感じです。工学のためとか、作品にはリアリティが大事とか、典型的な理由もあるのですが、どの知識がどのようにひらめきにつながるのかは、私自身にも厳密にはわからないところがありますので。正教のとある古代の遺跡が都市国家群の中に存在しています。都市国家群。ミドガル王国とベガルタ帝国の海峡の間に位置する多島海を中心とする連合国家ですね。その遺跡、呪眼遺跡は、遥か昔に正教の修道士が人知れず戦闘の修行をしていたと伝えられている場所です。かなり古い石造りの遺跡でして、現在は宗教国家オルムの管理によって観光地として一般向けに開放されています。観光地ですか。ええ、都市国家群はリゾートとしても有名なので。ああ、これだ。何か思い出したりしましたか。思い出したというか、いいネタにできそうな企画を思いついたんです。夏目先生はうちの予算とコネを使って都市国家群の遺跡を観光したり調べ物をしたりできる上に、新聞会の方はいい紙面を作れる、そんな企画を。お互いに利益のある話でしたら
ぜひご協力したいところですが、どのような企画を？それはですね、やっぱりこのコーヒーってちょっとばかり苦いですよね。でもこの苦さと香り、私はハマりそうです。